この時間帯はまだ元気なんですよ。土を小石みたいなやつに変えてからに移植してから、洗ってですよね。で、この時間帯は比較的まだ元気なんですよ。この時間帯って何時ですかって言ったら、朝の6時ぐらいですよね。朝の6時ぐらいはまだこれで元気なんですよ。こんな状態で、もう水が流れてないんですけど、水が流れてないんだけど、でも水ももうほとんどないみたいな感じなんですけど、比較的元気なんですよ。温度が寒いっていうのと、日が当たってないっていうやつですよね。もうこっちあたりに、今こっちあたりに太陽が来てるから、建物の影になってるっていう暗さではほぼ元気なんですよ。で、これが11時ぐらいになると、昼になるちょっと前のここら辺がクタッとしてくるんですよ。で、一番具合が悪かったやつは今現状こんな具合なんですけど、まだギリギリ生きてる。で、植え替えて次の日にこんなになってたんだけど、次の次の日か。いや、なんて言うんですかね、芸能の YouTuber の方っていうのはこういうやらせをやるんかっていうような被害が来ていますね。いや、こういう水耕栽培かなんかのやつで、こういう感じになってたら、特に若いあたりの葉っぱがくしゃくしゃってなってるんですよ。これやらせなんですよ。別に私がやったわけじゃないんだけど、ドライヤーで当てたような感じになっちゃっとって、芸能のそういう農業系 YouTuber っていうのはこういうやらせをやるんだな。教えてあげるよって誰が勝手にやってってるんですよね。いや、だからやらんといてくれっちってんだけど、芸能系、農業系なのか、水耕栽培系なのか、肥料系なのか知らんけど、VTuber でね、YouTuber か。は、こういうプロモ用のやつは、やらせでやっとるやつあるね。いや、普通、ここまではならんよっていう話なんだけど。だからもう突然ありえない感じになってたら、もうそれ近くにそういう農業系の YouTuber いると思いますよ。その農業資材とか、こういうメーカーですよね。農業系の肥料とか、そういうとこからをスポンサードとかいうふうに言うて、金もらって動画配信しとるとこあるじゃないですか。プロの YouTuber。そういうところはこういうやらせをやってる可能性があるから、もう気をつけた方がいいですよって言われた気がするね。それはもう何て言うんですか、そういう意味ではプロの、宣伝マンではないですよね。ヤクザ的な宣伝マンですよ。テレビショッピングで、すっげえ落ちるな、この洗剤はとか、このたわしはっていうやつの、汚れがどう見てもコーヒーを、濃く、溶いてエアブラシで拭いたみたいな焦げがついているっていう輩がやらかすんだろうかっていう感覚に至らざるを得ないですね。普通こんなんならないよって話ですよね。ある程度経験値のある人は。で、現状朝の6時ぐらいだとこれぐらい問題がないんだけど、これはまだいいのか悪いのかよくわからない。小さい頃は
空軍のパイロットになりたかったような感覚で、わさび農家みたいなイメージの、水耕栽培の趣味を行っている。いや、昔そういうアニメ映画があったんですよ。っていうことで一つ。